で、とにかくここの挟む力を強くするっていう自分のこだわり。ここの毛をどっかやって中の毛をやります。ヒアウィーゴー、レディーゴー、エリーゴー、千葉エリーです。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、じゃあ今日の企画は、はい、エリーちゃん一押しの企画、本当にリクエストが多かったストレートの作り方を紹介したいと思います。おー、結構ファンの方からお話し会とかでもサラサラだねって言ってもらうことが多かったので、すごくやりたい企画でして荷物を持ってきました今日。ありがとうございます。ありがとうございます。まずこのヘアアイロンなんですけど、これはワンダムのストレートアイロンになります。これを200度、あの髪の毛が傷んじゃうよって方とかは全然低めでも大丈夫だと思うんですけど、あの200度まで上がらないうちに前髪をやっちゃいます。なるほど。前髪は200度でやったらめっちゃチリチリになるんですよ。前髪を巻くコツは？前髪は本当にめっちゃ短く切ってるので、真ん中の毛をこうやって取ってスーッと巻かずにまっすぐにしてます。で左取ってスーッて、もう一切巻かずに本当にストレートです。くるんってするのが好きじゃないので、まっすぐのパッツンになってます。あの前髪どうやって切るの頼んでますかっていうコメントもめっちゃ多くて、なんか私こういう前髪だったりこういう前髪があんまり好きじゃなくて、本当に一直線に、あとすくのがもう本当に好きじゃないので、もう絶対すかないでもらってます。もうそこ絶対ポリシーみたいな感じなんですか？絶対。最近の子とかはここの毛が短い子が多いと思うんですけど、結構こういうここのここからの毛にかけてこういう感じでやってる子が多いと思うんですけど、私は前髪から一気にブンっていうこういう形になってるので、そこもこだわりです。へえ。ちなみにエリちゃんってまだ染めたことないですか？ないです。めっちゃ染めたい。で今回は分かりやすくするために一旦左だけやっていきます。はい、あの力づくでギュって挟みます。へえ。握力、特にストレートしてる時のこだわりはなくて、でとにかくここの挟む力を強くするっていう自分のこだわり。弱いと何が違うんですか？弱いとあんまりストレートになる気がしない、気持ちの問題が。ここの毛をどっかやって中の毛をやります。結構適当。本当に適当です。ここら辺は髪の毛内側にするのが好きじゃないので、ここ本当にもうまっすぐまっすぐにしてます。一直線に。すごい。アイロンする前につけるものとかも一切つけないです。確かにもうすぐつけやってますね。はい、もうすぐいっちゃいます。私のストレートの秘訣は必ず家出る前にお風呂入ることです。夜お風呂入って寝て、そのまま寝癖のままストレートアイロンするのが好きじゃなくて、なるほど。だから必ずお風呂に入ってます。朝にいつもストレートヘアをメイクさんにしていただく時とかも、内側とか外側に入れずにもう一直線に頼んでます。気が済みました。気が済みました、ね。はい、ジェミールフランジェミールフランのメルティーバターバームのヘアトリートメントにも使えるし、ハンドクリームとしても使える。ツインテールの作り方の時に出てきたやつ。そうです。あの私の大好きな岡村さんが使ってて、あの真似しました。あ、なるほど。今片方しかやってないんですけど、全部にやるときは爪のこれぐらい、ほうほう、これくらい、半分のこれくらい、はい、で手になじませてこれを全体に塗ります。そうすると髪の毛もめっちゃいい匂いになるし、うん、まとまりが出てくるので、これをもう毛先にも全体に塗っていきます。こうサラサラ系のあれなんですか、それのテクスチャーは？そうですね、あの軽い感じ、うん、どんな髪質の方にも合う気がします、うん、でももうちょっとまとまり感が欲しいよって方は、あのもっと重ためのバームとかもあると思うので、そっち使った方がいいかもしれない。最後にもう本当に私の大好きなこちら、お3回目ぐらいの登場かもしれない。トリエのツヤスプレーです。
お、この匂いが本当に大好きな、ラフランスとミツリンゴの香り。あー、言ってましたね、はい、このツヤスプレーを髪の毛全体にたっぷりかけます。結構かけましたね。かけます、内側にもかけます。でもかけすぎると本当にあのお風呂入ってない人みたいになっちゃうのでベタつきだったんですね、はい、程よく口でなじませる。でこれで私のストレートは完成です。わー超綺麗。あすごいですね、このツヤ感がトゥルトゥル、ツヤツヤ、こんな感じです。すごい光ってるすごーい、うるうるです、うるうる、すごサンプルみたいすごすぎる真似する。でも全然普通に買えるものばっかだし、はいね、やり方もすごい難しいじゃないですからね。そうですね、本当にやり方はシンプルなので、あの誰でも真似しやすいかなって思います。確かに、あとはもう、ね、量とかも気持ちの問題ぐらいで、特にね、はい、コテコテの決まりはないですもんね、うん、特にもう自分の使いたいぐらいのバームを取ったり、もう本当に気が済むまで自分のやればいいだけなので真似してほしいです、ぜひ。はい、ヘア系はエリちゃん本当に予防多いので、はい、はい、皆さんもし聞きたいことあったら、はい、コメントをお願いします。お待ちしてます。お待ちしてます。この動画がいいなって思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また見てね、バイバイ。